すいません、送った。数やば。今回はこのポケベイトを全力で使ってみて、何種類釣れるかやってみたいと思います。行ってきます。さあ、釣り場に到着しました。実はこれワーム感覚の万能餌、つまりルアー風餌になります。ルアーとしても使えるんですけど、もちろんね、まずは餌としての性能、本当にこれに魚が食いつくのか、これを試してみたいと思います。これいいね、ゴミにならないのが最高にいいじゃん。まずは1本で、こっちのね、細いタイプもちょっと使ってみましょう。うん、ふよふよしてるね。ルアーとして、まあ確かにこれだったら使えるでしょうね。まずはね、ちっちゃい魚からね、徐々にね、大きくしていきたいんですよ。よし、これでひなた2尺4寸。まずはこれ釣れるのか。第1号は油ポテでした。ボンボン来る。うお、来た。2種類目は及川さんでした。まずはね、餌としては優秀だね。よいしょ、はい、多分沼むつくんです。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、どういうこっちゃ。いきなり雷魚さんが現れました。こんな細い水路に雷魚来たらいかんって。タナゴたちビビっちゃってんじゃん、これ。ほい、これはなんだ。多分糸もろこ、糸もろこがめっちゃ太ってるだけ。はい、風トゲタナゴのメスです。来ましたね、やったー。これが本命、これのね、オスを釣りたい。餌ね、付け替えしなくていいからすごい楽。うわ、超時間ロストした。オスのね、風トゲタナゴは釣れませんでした。移動したいと思います。まずいぞこれは、急げ急げ。よし、到着しました。リールと手竿両方試してみたいと思います。まずはリールからいこうか。これね、アジング用のめちゃくちゃちっちゃいのがあったんで、ちょっとこれ使ってみましょうか。これだったらね、いけるんじゃないかな。やっぱね、ルアーとして釣れなきゃダメじゃないですか。こんくらいでいきますか。とりあえずこれでいってみようか。お、刺せる？お、刺せる刺せる刺せる。お、ほら見て見て、釣れそうじゃないこれ。いくぜ、シュッ、さあいけ。アジングと一緒です。テンションホールしていきましょう。ちゃんちゃん、おっ、ちゃ、うわ、めっちゃツーンってきた。どうだ。おっしゃ、来た来た来た。どっち。やりました。沼むつさん、オレンジオレンジオレンジ沼むつ。あ、でもね、ワームワームワーム餌なくなったね。え、何これ。もう、ああミスキャストしちゃ釣れてた。これ何がいいって、あのロストとかねしても環境のゴミにならないっていうのがめちゃくちゃいい。これ船とか釣れたら最高なんやけどな。ちょんがけでやってみます。ちょんがけの方が案外いいかもね。裂いたよ。うわうわ、めっちゃ持ってってん。ブリー持ってて、よし、でか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 、なになになに。マジか、フラ釣れたやんけ。ヘラブナと銀ブナのハイブリッドかもしれないですね。銀ブナにしてはね、体高が高いんですよね。この出会いは必然なの、偶然なの。普段だったらね、ルアーでは釣れないような魚も釣れちゃうっていう。そして遊んでる感じはもう完全にね、ルアー。ほら、フナ釣れた。またフナって加えた瞬間離すんよ。ハフハフする魚なんで、当たった瞬間にね、合わせないと多分ダメなんですよ。だからこそね、このね、アジングタックルとの相性むちゃくちゃいい、面白い。フナングフナングってあるの。よし、じゃあね、ちょっとね、ルアーで釣れたの面白かったけど、さあ行くよ。餌として使ったらどうだ。ほら来た来た、やっと今来た。ほらあっさり来た。
さい来たやりたまごさんでした。さあ新魚種来い、戻ってる、よしよし、ああ来た、ほいよいしょ、お来た来たか、やり、はい、よっしゃ、お普通に船、あれ来ないあいつ、いや来そうだけどな、マジ来てくれ頼む、よし、ん、おどっち、わ分かんなかったさっきの、いる金平、ああ金本さん、金本さんいけません、金平入ってるかもしれない、はい船さんバイバイ、はい金平連れてました、金平でした、連れてました、やったぜ、アブラボテちゃんもバイバイ、次行きます、きしゃ、新魚種釣りたい、今回はこの糸をねちょっと厚みを半分にして、そうそうじゃない細くて、ほらおしゃ、よーでかい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 、めっちゃくる、んじゃほら、うわー来た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 、あ新魚種来た、やりました、川むつさんです、いいんで、違う来た後にカット、これが一番かもしれん、淡水だから水味だけかなと思ったんですけど、そうじゃないみたいな、ほら来た、秒殺、よいしょ、ここ沼んじゃん、ここがねオレンジだったら沼むつ、ここが黄色だったら川むつ、よしたどうだ、今度こそ来たか、本物、違った、鯉はね今回ちょっとあんま狙ってないんすよ、おしゃ入角だったよ、おいやば、でかすぎるんだけどこれ、いやこいつらのでかさやばくない、これ17センチ近くありますねこれ、やばでっか、うわでか、うわ飛んでた、大きく移動して違う、全く違う魚種をね狙いに行きたいと思います、行きます、おはようございます、場所移動してきたら朝になりましたさあ行きましょうか、ナマズ捜索隊です、めっちゃ警戒してに、めっちゃ警戒しようやん、ガサガサに負けた先行者のおった、一見えらい警戒モードやってて、ガサガサ先行者のおった、いやね久しぶりにね今日タックル忘れたけんね、でね永田くんのちょっと借りてます、 LT2500S、 本当にルアーとして使えんのか、ちょっと疑い持ってるぞ、お、気づいとらん永田くん、あうそ、いきなり、いいよいいよ、どっち永田くん、あのね行ける方でいいよ、おったよ、風が邪魔、見えない、あー目の前行ってますよ、目の前行ってるよ、さあどうだポケベイト、どうだ、やっぱリアクションか、お来た、食った、よっしゃいいね、最高じゃん、永田くんやったじゃん、永田くんギャッツポーズ、うえー勝負早かったな、任せろ、玉を任せろ、でかい、でかくない、やった、はあ、ポケベイト吹っ飛んだな、うわいいサイズばい、これがナマズくんです、やったね、新魚種追加、風強すぎてカピカピないよ、ちょっと逃がしてやろう、ちょっと待って、あもう逃げてった、早い、おたまじゃくし早い、うえまず匂いを嗅がせといてねで動かした瞬間スパッったね、いいですよポケベイトでの釣り方割と釣れるまでは酷評やったと思う釣れたら変わりますね、やっぱり、じゃあ次はオキアミでいくか、もう一匹おったやつやろ、さすがにプレッシャー感じとらん、頭かけとる、確かにこれドラグ来とること、
これバレそうな気がするな。やめてやめて、もうバレるとか言ったらマジバレたやん。こいつのせいさ、ブラシ。あ、確かに。もう一回さすがに来んやろ。もう一回来たらマジすごいわ。ガッツリ上乗っとらんこい。いや、まだ乗っとらんこい。頭の上乗っとらんこい。まだ乗ってはないですけど。食いなっせ。おお、食った。よっしゃー、いいね。ちょちょちょ、見た、ポケベイト、すげえ。ポケベイトすごい。あ、ね、これ実はね、使ってみてくださいってお願いされたやつなんで。正直に言うと最初は疑ってたんですけど、普通に釣れましたね。はい、やったぜ。でもちょっと耐久力ないね、やっぱね。ちょっとぐずってるね。いやー、よかった、マジのアドがありがとう。やったですね。いや、名ガイドやったな、やっぱ。ありがとう、バイバイ。あと1種類欲しくね。鯉来たら最高やからな。ポケベイトノーマルにしよう。普通に刺し付きしてみるかな。腹が減ってるんだろ、我慢しなくていいぞ。餌だぞ、これは。え、何これ、食ってた手前の草に引っかかってると思ったら食ってたよね。分かんないけど、手前の草を外そうとしてたら分かってた。ちょっと待って、これでかすぎない、大丈夫、これ口かかってるように見えるっすよね。リールなんて言うと、マジかよ。ちょっとびっくりした、高級しすぎた。ちょっとびっくりした、ちょっとやばいやつやった、これ。まさかのイグジストやった、マジでごめん。イグジストで恋とかかけちゃってごめん。えらいドラグ滑らか出るなと思ったもんね。高級すぎてちょっと吹き出してしまって。わ、 ATD、ATD、闇深いやつや、やめとく、それじゃやめとく。くそ、入るかも。有力残しとったか分かる。手前で取って、うん、で最終点そこまで持っていくみたいな感じで。余力残しとかめよ、いくよ。さあ来い。よいしょ。でっか、いやー、でっか、ラスボス来たね。黙っとったら食っとったね。やっぱ餌だからこそよね。餌には餌の強みがあるわ。あ、忘れてた。はい、ミッションコンプリートっす。爆笑したね。いや、できすぎやろ。